がプレゼンツ増田裕二と久保野中のスカウトラジオ,ラジオこんばんは増田裕二です久保野中ですいや今日から始まる新番組増田裕二と久保野中の,のスカウトラジオこの番組はさまざまな業界で活躍する人をゲストに迎えスカウトについてお話を伺っていきます スターが誕生するためにはその原石を見つけてスカウトしてくれる人たちが必要です今活躍している人たちはどのようにして見出されたのか僕たち二人がスカウトというものに焦点を当てて徹底的に掘り下げます夢を抱いて頑張る人たちがどうすれば見出されるのかそのヒントを探りますスカウトする人とスカウトされる人そしてその出会いにスポットライトを当てるスカウトラジオこれから三十分 どうぞお付き合いください改めましてこんばんはそしてはじめまして増田裕二です久保ののかです久保ののかさん <laughs> あの <laughs> ちょっと本当に初めましてで初 <laughs> めましてですね今日初めてこの番組でお会いしてねはい。ちょっともうなんて呼んだらいいかも わかんないずっと久保さんとか久保ののかさんとかフルネームで呼んだりねなんて呼んだらいいんだろうねののかちゃんなんて呼ばれるあでもののかちゃんとかののちゃんとかが多いですねのののかちゃんがそうですねののかちゃんでじゃあお願いします私なんてお呼びしたらいいですかなんでもいいですよじゃあ増田さんでがいいですかねそうですねそうしましょうかはいお願いしますはい。というわけであのこの番組は今日からスタートする新番組で テーマはスカウトスカウトをテーマにした番組なんですけどなんかこれまでこうなかったと思うんですよね、うん、なかなかスカウトをテーマっていうのは例えばこう自分が好きな芸能人や芸人とかスポーツ選手がどうやってスカウトされたかどうやって今活躍してるかっていうのはすごい興味あるんですよね僕。どういうふうにそうなんですよ。<laughs> しているのか,とかどいなんかこういろんな人と出会いはするんですけどその人がどうやってその世界にいるのか、うん、今いるのかっていうのがすすごい気になるんですよねそこでこの番組ではさまざまな業界で活躍する人つまりスカウトされた人をゲストに迎えて自分が見いだされた経験とそのための努力についてお話をしていただこうかなと思ってます。はい 業界ではまあ将来芸能界やプロの選手、まあ、インフルエンサーなど今されてる方多いと思うんですけども、うん、まあ目指している人たちはすごい参考になると思いますのでぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はいさあ今夜は第1回目の放送なのでこれ僕たちのね自己紹介を兼ねて、えー、私増田ユ二ジと久保の々乃々佳ちゃんねお二<っ>人がどうやって見出されてきたのかという今現在までの 歩みをお話ししようかなと思います。はい、お願いします。増田さんから。はい。<laughs> 早速降ってきたね。はい、お願いします。そうでね、そうですね。本当初めましてなんで、はい、まあ僕のこと知らない人だらけなんで簡単に言うと、まあ今僕は役者をやりながらラジオ番組をこうやらせていただいてるんですけどね。はい。なんですかね。<laughs> 何を紹介しましょうかね。えー、出身と どちらです。出身。出身はね、埼玉県。あ、埼玉県なんですね。そう、出身、ね、出身とさ、生まれって違うかな。ちょ、え、え、生まれはね、生まれはすごいね、今ね。ちょっと戸惑いましたね、私。生まれはね、香川県。あ、そうなんですね。で、出身は、よくプロフィールに出身地って載せるじゃん。はい。それは埼玉県。埼玉で、もう三歳の頃から埼玉にいるから。あ、じゃ、もう埼玉だと思います。ね、そうだよね。そう、そう、そう、そう。うん。 ん、ね、だろうスカウトっていう番組だから、うん、まあちょっといろいろスカウトについてとか考えようかなと思ったんだけどね、まあ、とりあえず今日第1回目の放送だから <laughs> そうですねこれあのちょっと後でののかちゃんにも聞きたいんだけど、はい、僕ねあの子供の頃なりたかったのがあるの自分で言っちゃったけど、ね、<laughs> <laughs> なんかよく小学生の頃とかに何になりたいとかって、うん、ののかちゃんの時代もあ,あんのかなありましたなんか。 書きますよね、小学生の頃とか。そうそうそう、書くんですよね。これだったら、のの花ちゃんが今、二十二歳。はい、二です。これね、僕、あの、四十歳。結構な差よ。いや、そんなことないです。あ、そう。というわけで、あの、小学生の時に、こうなりたかった将来。夢っていうのは、多分みんな書いてるってことだね、じゃ。そうですね。これ、僕はね、野球選手。あ、野球選手なんですね。あの、周りがみんな野球選手だったの、書いてるの。 確かに。だから選手とか書きたいですよね。<laughs> そう小、小学校の頃にはなんかこう明確な夢っていうのがなんかさ、そこまでなかったかな。うん,うん。かなあでも。多分そうですよね。私も多分そうです。そう。うん、まあ今実際やってることとは全然違うけどね。そうですよね。え、そしたら今してるお仕事をしたいと思い始めたのっていつ頃ですか。 えとね、一番初めはね高校生の頃にすごいなんかこう漠然とこう有名になりたいとか、はい、あなんかかっこいいなとかはい、はい、テレビドラマとか見てて、うん、っていうのであの事務所とか何も演技経験もなくて最初あの映画のオーディションに行ったの自分でこそっと応募して、はい、なんか何にも演技知らないんだよ <laughs> それですごいあのホリプロが主催するはい、はい、映画があって、はい、それを 行ったのよすごいですね。今考えるとねよく行ったなと思って1万人ぐらいいたの、はい、セミファイナルまで行ってすすごいですねセミファイナルとか多分40人ぐらいかなうんすごいねほんとねセミファイナルのその審査内容が、はい、もう実際台本を覚えて普通に演技をするうん、うん、何にもできなかった <laughs> いやそりゃそうですよそうほんと知らなかったから何をやるかって台本を読むのはそれまではうまくいったの。 <laughs> でも全然いざその場に立つと全部なくししまう、ね、もう本当ね今,今でもその光景覚えてるもん覚えてますかノートパソコンを開いて、はい、それでなんかその台本にのっとってその演技をするっていう審査だったんだけど、はい、そのパソコンすら打てなかった <laughs> 分,か分かんないから<ー>台本言う言う,言うので精一杯 そうですよねすごい、そう。初めてですもんねそれはそういう苦い経験がねある今思うと本当とね何だったんだろうと思うぐらい <laughs> 今でも覚えるぐらいだからねあすごい記憶に残ってまねトラウマじゃないけどそうそうすごいそれが17ぐらいの頃かなあ、早いですね17ぐらいででもね実際こう本当に役者をやろうと思ったのは26歳の頃、はあ だから普通に大学行って、就職して、サラリーマンもやってたの。はいはい、あ、そうなんですね。そう、で、二十六ぐらいに辞めて、今。はい、今だから、十。十三年ぐらいかな。やってんのかな。え、じゃあ、あもう、スカウトというよりか、自分からって感じですか。うん、そうなんだよね。どっちかというと、自分からやって、その二十六歳の頃に。で。ちょっとね、その頃にゴルフとかのね、インストラクターもやって。っ、はい で,す、ね、でちょっとそういうこっちの世界に入りたいなと思ってもう最初ねほんとエキストラ、うん、ちょっとこう参加するみたいな感じでやってたらゴルフの仕事をしてたから、はい、なんだろう,こう今の,その事務所にこうゴルフのオーディションとか、はいろいろそういうのが仕事があってあゴルフできるんだったらやってみない、えー、っていう感じでプチスカウトって言ってて言いいのかなこれスカウトですよ。<laughs> <laughs> そ,れそれで正式に入って、はい、今現在やってんだよね。ああなるほど。そうだからまあまあちゃんとなんかそのなんだろうこのね僕がねスカウトっていうイメージは原宿とか行ってスカウトされるのとはちょっと違うかな。はい、ちょっと違いますね。うね違うよね。<laughs> スカウトでいいって言った割には違うよね。ちょっとあの,のそうですね王道,王道とはちょっとずれ。王道とは違う。そう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 。 そう、それでもう今の仕事をやろうってね、こう決心して今やってんだよね。そうなんですね。<う>ちなみに。<ん> <laughs> 全然違う話になっちゃうんですけど。うん、ゴルフってなんでしてるんです。してたんですか。あ、ゴルフ、ゴルフ好きだから。<laughs> <laughs> なんかね、あの体を動かすのが好きで。<laughs> あ、そうなんです、ね。昔からスポーツ好きでほうほう。あ、そうですよね。野球されてたんですそう。野球やって、テニスとかもやって、いろんなこと。 まあそれでゴルフもいろいろねあなるほど小さい頃からゴルフを見ててとか、はい、ちょっと全部運動やっちゃったようで広く浅く生きてきてしまったで <laughs> <laughs> でも経験大事なので一応ね経験は大事だからね <laughs> まあ僕のねそういうプロフィールはこのぐらいでいいかなと思ってというわけでちょっとあのここで一曲お送りします。ロードオブメジャーで大切なもの これのノノちゃんこの曲聞いたことある？聞いたことあります。ある。はい。でもちょっとお名前存じ上げてなかったので。ああ、これは2000これね、なんだろう僕が20代ちょっと過ぎぐらいかな、20代ぐらい、はい、20前半かの時なまもうね青春時代、ね。あ、そうなんですね。曲だね。なんかよく音楽番組とかであの流れてたりしてたので。うんうん、これなんかあの今さいろいろ違う人いろんな人が歌ったりして YouTube で流れたりしてる。 だけどこの <laughs> な,なんだろうねこの曲すごいね勇気をもらうというか、うん、なんかこう自分を信じて,あ,のと自分を信じてあとはもう周りの仲間とか支え合って夢に向かっていこうみたいな、うん、これロード・オブ・メジャーだからねそうですねメジャーへの道みたいな感じで <laughs> だからもうこの曲を聴いて本当頑張ってほしいなっていうか一気にガッツが出る曲ですね <laughs> そうそうそう、うん、前向きになる曲好きだから。<laughs> 私も好きです <laughs> <laughs> お送りした曲はローードオブメジャでで大切なものでしたそれじゃあ次あの乃々佳ちゃんの話を聞かせてもらおうかなと思うんだけどはい初めましてそうね初めましてで乃々佳ちゃんからざっとはい改めまして久保乃々佳です <laughs> <laughs> えと今22歳で私岡山県出身なんですよ、うん、なのでちょっと今香川ってちょっとお聞きして、うん、近いねちょっと勝手に親近感を任せていただきました、うん、3歳ぐらいまでしかいなかったけどね <laughs>、はい、あすいませんでした乃々佳ちゃんは TikTok もうやってますしいろ,いろんなことやってるよねそうですね SNS はまあなんとなくはやってるかなとは思います、うんうん、難しいんだよね SNS 難しいです私でもちょっと難しいです、うん、あ本当はい そっかじゃあちょっとねさっきあの聞かれたんだけど、はい、聞かれた自分で言ったから <laughs> ののかちゃんが子供の頃 10, 10代かな10代の頃、はい、何になりたたいって思ってたかそうですね小さい時は私母の影響もあって、うん、あの小さい時3歳ぐらいからずっと。 なんかピアノとそれに似たエレクトーンっていうのがあって、それをずっと習ってたので、その先生になりたいなとは思ってましたね。そうなんだ。十、はい、代の頃。そうです、ね。小学生とか中学生ぐらいかな。いやえっと小学うん中学一年生ぐらいまだそれぐらいおもそのぐ思ってました。そうなんだ。はい。えじゃあこの今の仕事を始めたのってどのぐらいから？始めたのは。 ちゃんと始めて事務所に入ったのが20歳ぐらいですかね。うん、あ、2年前。そうですね。ちょっとまだ2年半ぐらいなんですけども。なんかやりたいって思ったのは高校3年生ぐらいからで、ちょっと意外と遅かったりん <laughs> するんです。まあでもそんな別に遅いってことはないんじゃないかな。本当ですか、うん。だって26歳だから。そうです、ね。<laughs> はい。そっかじゃあ高校生ぐらいになりたいなと思って。 なんかいいろろ準備とかした準備っていうかなんか私岡山に住んでたので、うん、それこそ私の思ってるなんか街中でスカウトされるとか、うん、そういうのがまず岡山には多分私が思ってる中では存在してないと思ってて。うんうん、あ岡山じゃあそういうスカウトはななかった。 と思いますなのでなんかちょうど時代的にも SNS がすごい盛んになっててそうです友人に勧められて SNS 始めたんですけどそれがきっかけですかね。そっか、はい、そうだよね2年前まあでもどのぐらいから SNS ってなんかすごいこうやってみんながだ当たり前にやるようになったんだろうね。太いからそういうなんかいろんなアプリが結構流行ったりはしてたんですけど。ううんうん、うん なんだろうね。高校一年生ぐらいからやっぱ動画系のアプリはすごく流行ってます、ね。そうだよね。いきなりね動画それまでさこれフェイスブックとかツイッターとか。うん その、そこ止まりだったの。よそうですよね、文章系というか。だから、そうそう、インスタとかも、多分やり始めたの遅いし。あ、私もとても遅いです。あ、遅いんだ。あの、インスタの使い方が分からなくて、どうしようって戸惑ってたんですけど、もうやっと教えていただいてあれ、ちょっと同じだね。いや、ちょっと、まだ大事、あの、二十と四十だけど、似たような感じよ。最近、マ、ちゃんとマスターしました。マスターできない。そっか、じゃ。はい。 まあ大体18ぐらいに今の仕事をやろうって決心みたいな感じ、うん、そ,うそうですねうん,うんじゃあまあでもいいね今はんかすごい人気あるんだよねいやそんなそんなことないです <laughs> でこうなんか今の今のこうメ,イメインの仕事っていうのは、ね、何人なのかなののかちゃんってそうですね今モデルがメインですねそっかそうですねモデルかなんかさこうインスタだったかな何か見た時に、はい、すごいののかちゃんの,の手の仕草、うん がすごいね。何ですか。いやなんかすごいすごいなと思って。どんな感じですか。いやなんかこういう感じ。何<で>だ。こんなのやってました私。いや違うなんかねちゃんと手を使って、はい、すごいなんかあのねデザインされてるみたいな感じだったの。えちょっと後でそれやってみせるね。見たいです。はい。今持ってないから。うなんかやっぱそういう考えてやってんのかなと思って。インスタとかもやっぱみんな結構考えるじゃん。はい そうですね,ねそれこそ私今までごちゃごちゃに投稿してて、うん、それこそフォロワーとかすごい全然伸び悩んでたんですけど、うん、まあすごい得意な方とかに聞くとやっぱりなんかと自分の雰囲気をこう系統を揃えるかのように投稿、うん、あバラバラじゃなくてそうなんですよそれをするともうバーンと伸びるみたいで。うんあ 食べ物を載せてる人って本当食べ物ばっかりだったりするからねそうですね飯テロとかですよそうですね何飯テロです飯テロって言います飯テロって言うんだそうです私もあのたまに飯テロって検索したらそのご飯だけをやってる方がいてその方のアカウント見るともう行きたいとこが決まるんですよそうなんだそうなんとても便利ですよすごいねぜひそれで決まるんだはい ここ行きたいっていうのが。そう、なんかいろんな県とか行かれてるので。ええ、あ、日本全国、あ、行かれてました。じゃあ、例えば旅行で。はい。今回どっか行くから。ここの、そこの料理を食べようとかってなるんだね。そうですね。結構参考になると思う面白いね、それ。面白いですよ。ええ、ちょっと見てみよう、それは。お願いします。そっか、そっか。まあ、あの、こう、スカウトの番組なんですけど。はい。 野中ちゃん、スカートという言葉、これはなんかどういうイメージあるあるのかな。え、そうですね。さっきもちょろっと言ったんですけど、ま町、うん、中ですごいキラキラしたオーラがある方がこう名刺を配られて、やっぱりそう。え、そうなんですよ、ね。じゃあそれね、僕の時代と変わらないね。あ、そうそうですね。えっとでもなんか最近のイメージはちょっと違って。<laughs> あ、違う。昔は私もそうだったんですけど、うんうん、最近ちょっと SNS からこう声かけ。 私もその一人なんですけどもうん、うん、やっぱ最近 SNSYouTube だったりとか、うん、TikTok だったりインスタだったりとかで、うん、フォロワーが多い方とか、まあ、ビジュアルがすごい優れてる方とか、うん、結構芸能のスタッフさんとか探されてるみたいでそこかからスカウトとかあるみたいですよそっかじゃあ、はい、YouTuber の人とか SNS で活動してる人っていうのはそこから、はいまあ、チャンスというかそうです、ね、チャンスというかでも勝手にあれだよね。 そういういスカウトする人が見てアプローチをかけるって感じなんだそう,、はいはい、そうですねもう自分で多分もう作ってるんですよねイメージというかうなのでフォロワーもすごく多くて見つけてもらいやすいというか,そうか,そうかあそんなイメージですねまあそれが今主流なのかなそ,んだとそうだと思いますよ。<laughs> ね、あんまり見かかかけないからねスカウトしてる人とかも そう、竹下通りとかちょっとまた違ってくるんですよ。違く <laughs> よく見ますよね。うん、まあ今今はね、今,はね今の時代はちょっとね、とねなかなかやっぱりそういう声かけづらい時代になっちゃってるから、ね。そうですね。それこそね、SNS で使っていけるといいですよね、うん。そうだね、本当。はい、うん。今あれか、フォロワーとかもすごいもんね。すごい方すごいですよね。いや、ノノカちゃんあ、私です、ね。<laughs> そうそうそう。<laughs> 私はそんなことないんですけど。いやいや、でもちょっと今ね聞けてね、自分も活用してみようかなと。いやもう。 ぜひあのハッシュタグをいっぱい使ってください。ハ <laughs> ッシュタグね。いろいろね。あれだよね。なんかそのキーワードというか見てると本当、ね、こんな言葉も入れるんだっていうぐらい。そうですよ。普通の言葉入れたりとか。私最近というかあの去年知ったんですけど、うん、ハッシュタグ OOTD とか何かわかります？OOTD。はい。なんか私何かまだ分かってないんですけど。今分かってない。答え <laughs> がじゃあ知れない今。<laughs> でもなんか服装とかになんか多分今日のコーデみたいな感じで OOTD って入れてるとかて、えー、TPO じゃないんだあちょっと違います <laughs> <laughs> 見たことないですねそれは TPO っていうの昔あってさ何ですかその時と場所となん,なんかね <laughs> あと思 <laughs> そ,それに合わせたコーディネートをしたりとか,、はい、かそれをそういうのよく TPO に合わせてとかなんかねあそうなんですね、うん、ちょっとねやっぱ時代が違うね OOTD って言った？あ、OTD です。そうだった。<laughs> ちょっと私も調べておきます。ううん、今聞けないのか <あっ S 1> <laughs> ちょっと。意味わかんないですよね。ちょっとね。はい、とじゃあ,あの次の時に聞くよ、はい。はい、お勉強してきます。うん、第二回目の時に、ねはい、ハッシュタグで。そうか、まあでもスカウトの形もね、ちょっといろいろ違って僕らの時代と今の時代。うん 違うっていうのがねまたちょっと面白いかなとは思うんだけどねやっぱあれですよねきっかけというかいろんなんかスカウトの仕方もありますけど自分を見出してくれる人とかの出会いって大切ですよねいや本当そう思うね何がある日突然ねこう変わるかっていうのも分かんないしね分かんないですよねいきなり超有名人になったりするかもしれないしねうんうん面白いですね面白いん。うん それではここで一曲お送りしたいと思います。<笑>,笑ったね今。すいません。小山美玲さんでいやいやです。増田さんこの曲をお聞きしたことあります？いやね初めて聞いた。どうですか？なんかすごいあのーはい、やっぱこう夜に聞いてると心に染みてきそうだね。そうなん。 そうなんだ。<laughs> そうやばそういう曲？<laughs> そうなんです。えっとこの曲ですね。うん、あのハッシュタグはたまだハッシュタグなんですけど、<laughs> ああすみませんハッシュタグ私はそれでも恋をするをテーマにしている曲なので、うんうん、まあ失恋している女の子だったり恋している女の子だったり、うんうん、まあとても心にぐさと刺さる曲なんですよね。だから<ー>私は別にあの恋愛はしてないのですが、<laughs> いやでもいい, <laughs> <の>い,いすごいなんか,なんか曲調がとても好きで夜にこう。うん エアポッツをししててノイズキャンセルに星がなくててももあっですね綺麗に見えちゃうんですよ星が見えちゃだはい家にいてもじゃあそうだよね星が見えるぐらいのそんな曲ででもそんな感じするなんか涙は出ませんけど出そうになるぐらいちょっと浄化された気分になる曲なので確かにねその人の状況によっては涙出るよね多分ねそうそうですねちょっとあのちょっとねいっぱい聴いていただきたいですねはいはい お送りした曲は富山美玲でイヤイヤでした。あ、そういえば増田さん、んさっき私がハッシュタグ O T D ってお伝えしたじないですか。はいはい、あれの意味。さっき調べてきました。<あ>紹介の間それでちょこちょこやってたんだ。はい。バレましたかね。<laughs> はい、え、な何何。何予想つきます？私は予想つかなかったです。予想つかなかった？はい。 OOTD なんだっけ服服服服です今日のコーデみたいな感じで私は何も知らずにハッシュタグを OOTD つけてたんですけども正解正解正解でした正解だったのはいアウトフィットオブザデイっていうアウトオブザフィットデイこれ聞くとってなるんですけどもなんかやっぱり調べると今日のコーデ SNS でつぶやかれるあの文字という感じで出てるみたいで大当たりでした OOTD ぜひ使ってみてちょっと使ってみようかな よかったよかった今調べてくれてありがとうあっててよかったですねなんかずっとさあの次までモヤモヤが続くのかなと思ったらそうですね私も今まで SNS につけてたことを後悔する羽目になるのかなと思ってたのででも言っちゃったからバレてるけどねもうはいいやいやでもありがとうはいありがとうございます良い言葉を知ったよ勉強になりました私もねちょっと自分でやってあれだねあの今日白い T シャツにスウェットっぽいけど これで o T d でつければいいんだよねそう,そうですそうです、うん、ありがとう、はい、<laughs> 絶対使わないですよね <laughs> <laughs> お送りしてきました増田裕二と久保の日の,のスカウトラジオ いかがでしたかね。すごく楽しかったです。<laughs> ね。はい、まあ、なんか最初はあの二人の自己紹介になっちゃったけど、はい。なんかね、もう最後のあの o. T. D. でね、すべてを持ってかれたな <laughs>、はい。盛り上がりましたね盛り上。ね申し訳いやいやいや、最高よ。<laughs> <laughs> そうですか、うん。私すごく増田さんとの距離も縮まった感じがしてそうだね。はい、よろしくお願いします。こ,これからよろしくお願いします。<laughs> 番組では、皆さんからのご意見や感想、質問をお待ちしています。 メールアドレスは scout.abc1008.com scout.abc1008.com 公式ツイッターは s c o u t a b c ラジオ。ハッシュタグはカタカナでスカウトですまた今日のトークの要素は番組サイトそしてライン e ライブ公式アカウントで動画配信をしていますこちらもぜひチェックしてください というわけであの第一回目の今日。僕たち二人がスカウトについてお話を。スカウトについて話してたかな。あゃ <laughs> まあ一応一応ね、このスカウトの番組なんで、でね、まあ軽くね、話したよね、きっとね。話しました。うん、はい。で来週からは。ゲスト。お迎えして、お送りしようかなと思ってます、うんはあ。来週、トライゲル業界は J リーグ。プロサッカー選手のスカウトについて掘り下げます。 ゲストにお迎えするのはなんとなんと元 J リーガーガの梶明さんいや日本代表として2006年のドイツワールドカップにも出場した梶さんがどのようにして見出されたのかこれねねすすすごいいい聞きたい楽ししみです、ねうん、詳しくお話を伺いますサッカーファンの皆さんそしてサッカー選手を目指している皆さんこれは絶対に聞き逃せませんね。<laughs> ちょっとなんか変な感じになったり、ね、<laughs> 逃せませんね <laughs> いやいい,いいじゃないそのままで <laughs> 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 もう一回きますねサッカーファンの皆さんそしてサッカー選手を目指している皆さんこれは絶対に聞き逃せませんよお楽しみにお相手は増田裕一と久保七日でしたではまた来週 指ビスカプレゼンツ増田祐治と久保ののかのスカウトラジオ